生まれた時の記憶はないけど、気づいたらペットショップと言われるカゴの中で生活していた。毎日朝から晩までみんなが愛想を振りまいている下品な場所だ。言葉は通じないけどわかる。人間に気に入ってもらわなければ俺たちに先はない。大体は見た目と愛想の良さで決まる。見て、あの猫かわいい。最近人間界では猫ブームらしいぜ。俺たちも猫に生まれりゃよかったな。にゃーって吠えればワンちゃんあるんじゃねえか。ワンちゃんだけに。くだらねえ。じゃあこの子猫にしよっか。うん。人間という生き物は非常に知能の発達した生き物だが、何かを決めるときは衝動的だ。見てママ、この犬かわいい。ほんとだ、モフモフしてる。うん、この犬にしようか。よし来た。おめでとう。もう会うこともないと思うけど頑張れよ。じゃあな。その日から俺の名前はゴンタになった。はじめはたくさん遊び、たくさん散歩にも行った。ゴンタ、行くよ。ほれ、よしよし。楽しかったな。2年後くらいだろうか、めっきり一緒に過ごすことはなくなった。散歩も週に1回あるかないかで、何より家族の仲が悪く、犬の散歩どころじゃないらしい。お、久しぶりの散歩だって思ったけど、この時間おかしくねえか。どこ行くんだ。どこだここ。ごめんなゴンタ、本当にごめん。元気に生きるんだよ。は、おいおい、ちょっと待てって。おいおい、うわ、ふざけんな。捨てられた。俺も野良犬か。子犬ならまだ可愛げがあるけど、大きくなった野良犬を飼う人っているのかな。あ、くそ、とりあえずお腹すいたな。ゴミでも漁るか。人間の味付けはやはり濃いな。ふう、なんとか一日耐えた。まあこれはこれで悪くないか。あそこです。なんだ。ん、捕まえろ。うわー、くそ、なんだよ。連れて行け。なんだよ、どこ行くんだ。なんだこの冷たい部屋。助けてくれ。俺の他にもいるのか。あ、お前ペットショップの。久しぶりだな。お前も捨てられたのか。いや、恥ずかしい話だけど、俺はペットショップで選ばれなかったんだ。売れ残りはブリーダーの元に返されるか。ここだよ。ここは施設だ。施設？そう、3から7日以内に飼い主が見つからないと俺たちは殺されるんだ。は？嘘だろ？なんで？簡単だよ。この星には俺たちの居場所はどこにもないんだ。外に放っておくわけにはいかないしな。だから消すんだよ。ふざけんな。よし、写真撮るか。はいはいはい。この犬の名前はゴンタです。 OK、 飼い主が見つかるといいな。これは？お前の写真がネットに載るんだよ。運が良ければ買い手が見つかる。君はゴンタだね。こっちにおいで。ついに来たか。辛かったな。よしよし、ここに入りなさい。冷たくて密閉された空間に入ると、中には俺以外にもたくさんの猫や犬がいた。みんな怯えている。そうか、お前らも選ばれなかったのか。扉が閉められると真っ暗になり、小窓から光が差し込むだけだった。その小窓からわずかに外の様子をうかがい知ることができた。はいはい、ゴンタですか。はい、まだです。はいはい、本当ですか。ガラスが曇っていてよく見えないが、作業員が電話で何かを話しているように見えた。そして光が差し込んできた。今日の授業は終わり。また来てね。